今回は遠藤航に対して行われた2つのインタビューの海外の反応を見ていきます。自分がリバプールのようなチームでプレーできるとは思わなかった遠藤航のプレミアリーグでプレーするという夢が現実になった偉大さはどこからでも生まれてくる。リバプールの遠藤航はプレミアリーグ公式ウェブサイトのインタビューで自身のルーツやリバプールでのプレーについて語った。またアベマでもリバプールでの挑戦ドキュメントが放送され、元日本代表牧野智明がインタビューをしている。クロップ監督の信頼を勝ち取った遠藤航は公式戦32試合に出場し、リーグの優勝争いを繰り広げ、カラバオカップを制したチームの主力として高パフォーマンスを見せている。今季、君のようなクオリティを持った選手を獲得できるとは思わなかったよ。本当に彼の謙虚ぶりが好きだよ。遠藤はうちの中盤における本当のウォリアー選手だ。彼がクラブのカルトヒーローとしてこれほど早く愛されるようになってとても嬉しい。彼は1億ポンドの選手のように感じる。うちは1億ポンド以上の選手を獲得せず、期待薄とされた選手を手に入れたが、それは見事な結果をもたらした。セミ遠藤の名前が入ったユニフォームを手に入れるべきかもしれない。彼のプレイを見ていると、彼がプレイしない理由はないよね。彼は必要とされた時にやってきて最善を尽くしてくれた。彼の現在のプレイを見ていると、彼と前世紀のファビーニョの間にはそう差はないように思う。一流な振る舞いだね。彼のためにもうちがプレミアを制覇することを願っている。彼は基本的にミルナーの再来だプロフェッショナルで自身の仕事をやり遂げる。彼は優れた選手で、うちが首位争いをしている要因でもある。彼はうちのマケレレだ。渡る、君をチームに抱えることができたのは祝福だ。チームと君は最高の組み合わせだ。遠藤リバプールとの契約について語る。この男はメンタリティの怪物だ。彼はとても地に足がついているクロップやアロンソが好きな選手だ。彼がインタビューに答えるのを見るたびに、彼の謙虚さが本当に光っている。彼が日本語でインタビューを受けているのを見るのは嬉しい。もしリーグ優勝、いやもしかしたら4冠を達成したら、遠藤の映画かアニメが作られるかもしれない。見れば見るほど、聞けば聞くほど、この男が好きになる。この男を主人公にしたディズニー映画を作るべきだ。穏やかに語りえぐいプレイする。彼が外から客観視して自己分析してることは、この男がいかに賢いかを物語っている。この男の正直なところが好きだ。遠藤は最高だ。謙虚で勇敢で知的なサッカー選手だ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。